皆さん、こんにちは。元内閣総理大臣の小泉純一郎さん。小泉純一郎さんには離婚した嫁がいます。離婚した理由は何だったのでしょうか。独身の小泉純一郎さんですが、女優の浅田美代子さんと交際しているとの噂があります。小泉一家は政治家の家として知られています。しかし実はヤクザだった過去があります。今回は小泉純一郎さんの前妻、ヤクザとの関係、精神の病気、浅田美代子さんとの関係について紹介します。小泉純一郎さんが離婚した前妻は宮本佳代子という方です。前妻の宮本佳代子さんは SS 製薬の元会長、帯同昭山の孫で、家族もかなりの富裕層です。とてもいい家柄のお嬢様です。宮本佳代子さんは2023年で67歳を迎えます。小泉純一郎さんが今年81歳になったので14歳年下のお嫁さんだったというわけです。二人はお見合いで初めて出会いました。当時大学4年生だった宮本佳代子さん、小泉純一郎さんはお見合い当日にプロポーズをしました。1977年にお見合い&プロポーズを受け、そして翌年には小泉純一郎さんと元嫁宮本佳代子さんは結婚しました。しかし嫁ぎ先の小泉家は代々続く政治一家として知られています。小泉純一郎さんの親や姉も同居して家庭を取り仕切っていました。そんな環境は元嫁宮本佳代子さんにとってはなかなか羽を伸ばせない環境ですね。祖父は逓信大臣、父純也氏は防衛庁長官を歴任という、3代にわたる政治家家族、選挙を支える母と姉、家事をするもう一人の姉に嫁が仲良くできるのは難しいと思われます。親や姉との同居が精神的に限界に来たのか、結局1982年に離婚となりました。約5年間の結婚生活でした。宮本佳代子さんは離婚当時のことを、一番辛く悲しい時期で一生分ぐらいの涙を流した気がしますと語っています。本当に辛い気持ちが伝わりますね。宮本佳代子さんは小泉純一郎さんと離婚した当時妊娠中で、お腹の中には小泉純一郎さんとの子供を身ごもっていました。その子は三男でした。宮本佳代子さんは出産を経て三井不動産のグループ会社に入社し、猛勉強して宅地建物取引主任者の資格を取得され、その後も女手一つで育児に励みながら不動産業界でキャリアを積み重ねました。小泉純一郎さんの息子たちは、長男は俳優として活躍する小泉孝太郎さん、次男は政治家として活躍する小泉進次郎さんです。小泉孝太郎さんは爽やかで、あまり浮いた噂がないという人です。小泉進次郎さんはキリッとした印象で、お父さんの後継者はずっと前から進次郎さんに決まっていたらしいです。お兄さんの孝太郎さんとは仲良しで、俺たち結婚できないよねと語っているとのことです。この二人の親権は小泉純一郎さんが持ちました。三男は吉永さんという方で、顔画像は非公開で情報はありませんでした。小泉純一郎さんとは宮本吉永さんの結婚式で会えたそうです。宮本佳代子さんによると、吉永さんは目が細くて一番父親にで、孝太郎さんは目が大きく一番母親にとのことです。ちなみに次男の進次郎さんはちょうど中間の顔だそうです。しかし宮本佳代子さんは2016年の時点で二人の息子とは生き別れ状態であることを語っています。二人の職業は違いますが、テレビや新聞でたびたび出るようになって、変な話今では毎日会っているような気がしていますなどと複雑な感情を吐露していました。小泉家に対しては、今日の私があるのはあれだけの家に嫁がせていただいて、女としての一通りの経験をしたおかげです。私の嫁いだ先は三代続く政治家の家で、私にとってはいい人生勉強でした。いっぱい涙を流したからこそ人の痛みがわかる人間になれたと思いますなどと総括していました。よほど辛い出来事だったことかと思われます。次に小泉純一郎さんと浅田美代子さんとの関係をお話しします。浅田美代子さんは2023年2月15日の
67歳の誕生日にバースデーウィークとしていろんな方に誕生日を祝ってもらっていたそうです。祝ってもらっている様子を浅田美代子さん自身のインスタグラムに投稿され、その中に小泉純一郎元首相の姿もありました。わずか5人の会食会の写真に小泉純一郎さんがいたことに世間は驚いていたそうです。この浅田美代子さんの誕生会の画像がきっかけで、浅田美代子さんと小泉純一郎元首相との熱愛が噂され始めました。浅田美代子さんと小泉純一郎さんが知り合ったきっかけや馴れ初めなどは不明ですが、お二人とも交友関係が広そうですから出会うきっかけはいくらでもありそうです。小泉純一郎さんは浅田美代子さんの明るい性格も見た目も大好きだと話していたことがあります。浅田美代子さんも小泉純一郎さんの性格や渋い外見がタイプのようで、小泉さんってとても素敵と口癖のように周囲に漏らしたこともあったそうです。お二人は今回の誕生会でさらに親交を深めたようで、次回また会う約束もしたそうです。浅田美代子さんは2023年で67歳になりました。小泉純一郎さんとの年齢差は14歳ということになります。今のご時世、これくらいの年齢差での交際は何も不自然ではないですね。次に小泉純一郎さんがヤクザ一家と言われる根拠をお話しします。小泉純一郎さんの曽祖父が近代的なヤクザ組織小泉組を立ち上げました。小泉純一郎さんの曽祖父は小泉又次郎という方です。政治家として横須賀市長、逓信大臣、衆議院副議長などを歴任しました。義侠心にあふれ人情に熱い大衆政治家だったそうで、入れ墨があったことから入れ墨大臣、入れ墨の又さんなどの異名もあったそうです。小泉純一郎さんの曽祖父がヤクザだということは事実のようですね。小泉純一郎さんも曽祖父について全身入れ墨で大臣や副議長までやった、首から背中腕にかけて竜が彫ってあって、それや見事なものだったよと話していました。小泉純一郎さんは曽祖父から麻雀、花札、おいちょ株など大人がたしなむ遊びを9歳で教わりました。小泉組の事件をいくつか紹介します。背中に竜を宿させていた小泉又次郎さんは国会議員になる前に小泉組の3代目を継がされました。当時現在の稲川会の母体である横須賀一家と小泉組の間に抗争があり、2代目の長男が殺されたためやむなく引き継ぐ流れになりました。小泉又次郎さんは上野のあたりで職を転々としてフリーターだった時期がありました。小泉又次郎さんの曽祖父が堅気の商売ができないようにと手下に小泉又次郎さんを抑え全身に入れ墨を彫ったという逸話があります。2代目の長男が殺されたことは今ではタブー扱いされています。ヤクザの抗争に敗れて死んだ長男は小泉家の歴史から消されたのです。小泉家の菩提寺を隅から隅まで探しても長男の名前が彫られた墓はどこにもありませんでした。ヤクザ小泉組の3代目組長小泉又次郎さんがその後なぜ衆議院議員に当選できたのでしょうか。それは小泉組の3代目を継がれた時期が当選した時期とかぶっていたから、世間の人たちは何も知らないまま小泉又次郎さんを支持したと言われています。最後に小泉純一郎さんの病気についてお話しします。小泉純一郎ファイルというのがあります。それはある病院の病歴ファイルのことのようで、一国の総理大臣についてのことなので国家機密のようになっているそうです。この小泉純一郎ファイルの事実を隠し流出を防ぐために小泉内閣になってから急いで個人情報保護法が制定されたと言われています。小泉純一郎ファイルには精神分裂病という名称が統合失調症に変更されたそうです。これは精神病院への偏見をなくすという口実だったようで、精神科病院に名称変更されました。小泉純一郎さんのこの事実を隠蔽するのが最大の目的だったと言われています。このファイルは小泉純一郎さんのレイプ事件がきっかけで生まれました。
小泉純一郎さんは1967年の4月に婦女暴行事件を引き起こした後、都立松沢病院に入院しています。これは強制的な入院であり、小泉純一郎さんを表に出さないため父親が入院させました。その際、精神分裂病であると診断されました。都立松沢病院側にも婦女暴行事件を引き起こしたからと説明がなされています。その時の入院病棟は D40 棟でした。これは事実であるため、婦女暴行事件を報じても小泉純一郎さんに対する名誉毀損罪には該当しません。なぜなら、刑法第230条の2の公共の利害に関する事実にかかり、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあったと認めるときは、事実の真偽を判断し、真実であればこれを罰しないとあります。つまり虚偽、中傷および捏造したものではなく、事実であるならばそれは名誉毀損罪には該当しないということです。マスコミ各社はこれの裏を取って広く報道するべきですが、小泉家の力は強大で、この事件が報じられることはありませんでした。小泉純一郎さんが入院した D40 病棟は、社会生活の中で精神疾患のために激しい精神症状があって入院する患者さんが最初に入院する病棟です。基本的には拘置所の独房と同じ構造で、施錠された個室が病室となり、自殺や暴力行為を防ぐためにベッドではなく床にマットと布団のみで、各室には水洗式のトイレが付属してあります。ここでの囚人のような生活が小泉純一郎さんを改心させたのでしょう。いかがでしたか。今回は小泉純一郎さんの前妻ヤクザとの関係、精神の病気、浅田美代子さんとの関係について紹介しました。小泉純一郎さんの前妻宮本佳代子さんは離婚後ずっと独身を貫いています。元夫が総理大臣になってしまって余計に縁遠くなったのかもしれません。浅田美代子さんとは良好な関係を築けているようです。お互いの印象も良さそうですし、次回また会う約束をしたということであれば、交際に発展する可能性は十分にあります。過去に起こしたレイプ事件は世間には周知されていません。今後明らかにされる日が来るかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。